これちょっと量すごいですよ。いやでもいけるいける。全然食べます。俺もめっちゃ、俺たちめっちゃ分かる分かる分かる。じゃあ食べようぜ。食べましょう。いただきます。そのまま行くんですか。なんでほらこれで、それさ、ここに入れてから、うん、なんか俺は入れて、あ、やってみて、しゃぶしゃぶ的なノリで。やっぱしゃぶしゃぶだから、多分なんかちょっと冷しゃぶってさ、また違う気がするんだけどさ、まあいいか。まあ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 、美味しければね。まあね、何でもOK。OK。うまい。うまい。来ました。これは来ました。よし。ちょっともうエネルギーがなくなっているので、これもいただきます。ちょっと本当に出過ぎましたが。うん。レタスもいい感じにね。うん。これはご飯が進む。うん、うまい。これ簡単だし、やっぱ一人暮らしの人とかとこれめっちゃいいかも。間違いない。間違いない、マジで。これ女の子も男の子も関係ない。レタスも生だし、うん、特に調理する必要はないかな。うん、あ、なんかいい。全然痒くない。これは美容とアナリティックの違いかな。それありますかね。それ本当にポン酢よりもごまの方が全然うまいです。やっぱり、うん、結構ね、普通のしゃぶしゃぶだと、うん、これ多分ポン酢が好きなんですけど、やっぱちょっと冷えてるのと違うな。冷しゃぶはね、冷しゃぶはちょっと違う。一応ご飯ってまだある？全然ありますよ。マジで？全然おかわりし放題。やった。全然まだまだ食べられます。なんだ？ってぐらい美味しい。ね。そういう流れだった。